今年の D ステージも最後となりました。たくさんのゲストの皆さん、そして何よりも、いつもご支援いただいたお集まりのファンの皆様ですね、おかげさまで無事ラストを迎えることができました。本当にありがとうございました。それではこの D ステージを一緒に作ってきたメンバーをご紹介したいと思います。まずはスタッフのご紹介です。エグゼクティブプロデューサー、中日ドラゴンズ水野陽一郎さん。チアドラゴンズの振り付けはご存知の通り、みんなをしっかりまとめてくださった宇治先生。こわもてだけどとっても優しいチアドラゴンズマネージャー、タクさん。ちょっと、あそこにいる、あそこに3つより、よりこわもてだ、うん、そしてマスコットショーの司会を務めてくださった那須下先生。音響で大活躍、宇都市さん。そして大御所、森さん。森さん、この安定感何でしょう。そしてドームの D ステージ担当、滝本さん。関東名古屋ドーム、和田さん。そしてステージ周りの警備運営で頑張ってくださった清水オクト、島田さん。それではせーのでいきましょうか。せーの、ありがとうございます。せーの、ありがとうございました。どうぞ大きな拍手をお送りください。歓声大きいな。続きましてマスコットの紹介です。ドアラ、シャオロン、パオロン。シャオロン、パオロン、ドアラ。今年も1年間楽しませてくれました。本当にクリアこれですね。はい、はい、ありがとう。では最後の最後に、Dステージといえばこのメンバーですね。チアドラゴンズ2015の皆さん、一人ずつ呼ばせていただきます。せん越ながら呼び捨てさせてもらいますね。ではまず雪乃、マリナ、先言っといてびっくりした。ゆい、めっちゃあかり、あかりだ、あやか、まなみ、まなみちゃん、しおThank you.
ではここでリーダーの真帆さんからうっちー先生に花束の贈呈がございます。おう、うっちー先生どうぞ。なんか皆さんこんなにたくさん来てくださって本当にありがとうございます。心から感謝申し上げます。そしてシーズン通してこうやって温かい声援をいつも送ってくださる皆様のために、一生懸命踊ってくれるチアドラゴンズがいて、で支えてくれるスタッフがいて、私は本当に幸せだなと思っていつも舞台袖からみんなを見ています。あと見てるお客さんの笑顔を見て私はすごく幸せな気持ちになっています。はしゃいでね、わーわー言ってたんですけど、やっぱりこういう風に一言挨拶になるとちょっと感情がいろいろ湧き上げてちょっと涙をしてしまってすいません。本当に最初はチームもバラバラだったんですけど、でレベルもバラバラだし、ちょっとどうしていいかわからない状況も多かったんですけど、一人一人がすごく頑張って、すごく頑張って開幕前までにたくさん仕上げて一生懸命やってきてくれて、で開幕してからもそこで満足せず、みんな一人一人がすごく頑張って、私の思い描くダンスとか見せたいものとかに近づけようと一生懸命休みもなく頑張ってくれました。それを最後まで皆さんに見届けてもらうことができて本当に嬉しいです。ありがとうございました。締めくくりはリーダー真帆さんからコメントお願いします。はい、今日は最後まで D ステージをご覧いただき本当にありがとうございました。あっという間に過ぎてしまったなというふうに感じております。私がリーダーとなると決まった時はとても不安でいっぱいでしたが、1年目の子は本当に一生懸命先輩たちについてきてくれて、2年目の子たちはとても協力的に1年目を引っ張ってくれて、私たち3年目を支えてくれました。そして私が辛い時に、いつもそばで支えてくれたのは3年目のリナとユイでした。こんなにも素敵なメンバーに恵まれて、チアドラゴンズ2015のリーダーを務めることができて、私はとってもとっても幸せです。はい、私たちが、こんなにも今シーズン楽しく過ごせたのは、いつも温かく応援してくださるファンの皆様やお父さんお母さん、そして友達スタッフの皆さん、全ての人の協力があってここまで来れたと思っております。本当にありがとうございました。グランドではまた私たち16人全員でパフォーマンスをするので、ぜひ、私たちチアドラゴンズ2015を目に焼き付けて帰っていただけると嬉しいです。ありがとうございました。ありがとうございました。以上をもちまして2015年の D ステージ全てのプログラムを終了とさせていただきます。皆様本当にありがとうございました。元気に皆さんでね、笑顔でお別れしましょうか。せーので、まったねーでお別れしたいと思います。よろしいでしょうか。よろしいでしょうかね。では僭越ながら、いきますか、先生から行きましょう。うん、それさあ元気に行きましょう。じゃあイエイ皆さんまた会いましょう。せーの、またねー。 You.